どうも、すげえ、またもゆうきでーす。本日ですね、えー、普通、自動二輪小型の一発試験にね、受けてまいりまして、えー、まあ、初めて、初めてだったんですけども、まあ、大変、大変っていうか、今日すごい暑くて、 それでまあ一時集合で、まあ外出て、説明とか終わって、一時半から、えーまあ初め大型の人とか、えー、400の人とかやって、僕一番、僕、えー、小型は一番最後で、まあ3時過ぎぐらいですかね、スタートしたのは。 まあね、初めてで、結論から言うとですね、えー、不合格。まあ、残念でしたね。うん、<laughs> まあ、場所、えー、っとですね、まあ、ルートをこういうに書いてあるんですけど、あのー、ちょっと途中、 ま、道、順分かんなくなってお、まあ、手あげたら教えてくれるんで、手あげたら、ま、教えてくれたんですけど、ま、そこをなんとか乗り越えて、もう最後の最後ですね、急制度っていうのがあるんですけど、あの、30キロ以上出して、このパイロンがあるんですけど、そこのところで止まるっていう、え、急ブレーキっていうか、 あの、両方ブレーキをして、はえー、止まるっていう。まあ、その止まるタイミングが、僕がですね、早めにブレーキ、えー、握っちゃって、えぇ、ー、まあ、それで、不合格みたいになったんですけど、あの、前輪がですね、 このパイロンにかかった時点でブレーキなんですよ。その手前で、ちょっと手前で、まあちょっとビビったのか、じ僕が。うん。早めにブレーキ踏んじゃってね。まあそれを、まあ見てますよね、試験官は。それでスタート地点戻ってくれっていうことで。まあここ越えたら、もう最後の最後なんですよね。あのー、 まあここを超え、もう最後の方なんで、制度、旧、え、制、ー、度っていうのは、まあ、見てわかると思うんですけども、まあ、見れないか。あのー、あともう少し、まあ次はね、受かりたいと思いますけども、まあなんでね、あのー、僕は、あのー、3、4年前ですかね、 400の教習所通ったんですよマニュアルちょうどその時骨折してあのバイクでねバイト中に骨折して、まあ、骨折治ってからもちょっと行ったんですけどまあそこで辞めちゃったんですよねまあそれやめなければ、まあ、免許まあ400乗れたんですけどもまあ今考えたらねそのまんま続けて免許だけ取ってればよかったんですよ でも、その時は、このまま免許取ったら、バイク大きいの買う、買ってまた、事故ったらどうしようっていう気持ちがあって、やめちゃったんですよ。まあ、それがあって、うん。まあ、そうですね。小型のエリ 125cc なら、まあ、 取ってねそのバイクもそんな大きくないんで乗りたいなと思って取りに行きました、まあ、次必ずね2回目は成功してもう道もね待ち、えー、忘れることなく、まあ、今日のでねもう結構つかんだので、まあ、なんとか頑張っていきたいなと思います それではまたご報告いたします。ありがとうございます。